こんにちは。今週の和太鼓でしょう。始まるよ。えい。ドラン。この間前回話したけどさ、なんかコツコツさ、俺はなんか少人数からだんだん増やしたいとか言ってなかった。ああ、お前それこれじゃんよ。チャンネル登録が徐々に増えてる。まず今まさにこれだろう。そういうことにしようよ。そうだね。だからライブの日にちもまだ決まってないですけど、ぜひライブもやろうと思ってるんで。あとなんかある今日？今日髪切ったな。髪切った。え？で、そうですね、明日本番があるんで、今日は稽古してたんで、その稽古風景の動画見てもらいましょう。はい、どうぞ。こんにちは。なんかある。大修理です。大掛かりの修理ってことで。どっちの台かと思ったよ今。いいか。でちょっと出てるけど。オッケー。よかったじゃん。あっち。あっち。あっち。大丈夫やけどした。あっちです。かなり熱い。ここも折れちゃってんだよね。あ、これは今か。これ今入れた、折れたな。サーフチャイス、出ようとしてる。そこ3人。はい。
番リハーサル風景でした。いいな、みんなにも登場してもらおうよ。そうだね、出てもらいましょう。今日は疲れたよね。今日は稽古しました。みんなで頑張ってやりました。明日楽しい演奏ができるといいですね。和太鼓でしょう。もうこの時期でね、毎週やらさせていただけるということは本当に嬉しいことで、私たちも楽しみにして、練習にも身が入ったよね。あれ中身の濃い練習ができたか、できたと思うんだけど、できたよね。はい、あれ編集がねえな。はい、できました。ありがとうございます。和太鼓でしょう。明日の本番も、全力で楽しみます。頑張ります。そうですね、楽しんで、自分も楽しんで、楽しんでもらえるように頑張ります。明日久しぶりに演奏なんで頑張ります。子供たちに会えるようなので楽しみにしています。頑張ります。俺は学校をサボってみんなのサポート行きます。OK だろ。何だって？学校をサボってみんなのサポート行きます。和太鼓でしょう。じゃあ明日頑張るぞ。おお。そうか、半端ないけど。和太鼓でしょう。チャンネル登録数がまた増えたそうです。204名だそうです。3人増えました。どうもね。少しずつだけどね、着実でなんか一歩一歩前に進んでるみたいで、一つずつ階段登ってるみたいで。充実感があるんじゃないかなと思います。本当にありがとうございました。はい、じゃあ今週の和太鼓でしょう。みんなエネルギーすごいな、明日の本番のあれでめちゃくちゃ楽しもうっつってたけど、楽しみ、頑張りましょう明日。そして引き続きチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。また来週だから、また来週からね。イエイ。じゃあ今週の和太鼓でしょうでした、はい、ありがとうございました。また来週。また来週。叩けば音が出る、そんな響き。ドキドキ。えい。和太鼓でしょ、和太鼓でしょ、震えたし、ブラブラ。和太鼓でしょ、和太鼓でしょ、大地が揺れるぜ。ブルンブルン。和太鼓でしょ、和太鼓でしょ、ドドンガ。